そうですね。本当はね、神聖な場所なんで入ってきちゃいけないんですが、でもまあ入ってきたからし、邪魔をしないようにみんなこうさせてもらいましょう。で、ここにいるのはインド像ですね。さっきのアフリカ像より弓は小さくて性格もおとなしいです。で、ただ彼らは仲間に水をかけてあげるという優しい習慣があります。皆さん、仲間と間違われませんよ。お気をつけくださいよ。すいません。あ、大きなヘビ、ニシキヘビがいました。そこのね、水牛の子供を狙ってるんですね。あいつはすぐ絡む悪い癖があってね、皆さん気をつけてくださいよ。彼がこのジャングルの槍で釣り師、サムです。私はよくね、魚を釣りに行くんですよ。ただ彼が釣りに行くのはね、女性なんですね。もちろんね、私は魚をよく釣ることできます。ただ彼はなかなかうまく釣ることができないらしく、わざわざ私のとこに愚痴をこぼしに来るんです。みんな、釣れないなって。いやちょっと待ってくださいよ。あの船長言っちゃったみたいな空気になってるけど、船長が言ってるわけじゃないですよ。前もって言いましたよね、サムが愚痴ってるって。そこ勘違いしないでくださいよ。文明社会に戻ってきました。ナイトクルーズもそろそろ終盤ですね。あのボートが船着き場に近づきますので、手足顔などね、そぶに出さないようご注意ください。で、お忘れ物をご注意ください。で、カメラ、バッグ、財布、それにやっぱり最近まだ多いのがね。お子さん、お子さん、3日以内とリンクライトで、みんな可愛くてたくましい船長になっちゃいますね。実はね、私もここの忘れ物でした。ディズニーランドができて間もない頃、家族旅行で遊びに来たんですよ。お父さんがさ、ポップコーン買ってくるからここで待っててって。結局お父さん戻ってこなかった。すごいおかしいお兄ちゃん。船長さんも暗い過去だよ。面白い。その当時塩味しかなかったのかってこう。今キャラメルとかさ、チョコレートとかね、クリームソーダとかいろんな味が出てきて、何味買って戻ってくるのか待ってんだけど、ここに戻ってこないですよ。気づけば船長なんてなっちゃって。でまたね、冒険したくなったらいつでも遊びに来てください。この後も夢と魔法の東京ディズニーなど素敵な夜をお過ごしください。で本日はご乗船どうもありがとうございました。無事到着です。で最後で皆さん、ありがとうございます。一斉に立ち上がってお別れです。いきますよ。いきますで、1、2、3。はい。